思いっきり釧路暮らし。この番組は釧路地域に移住された方をゲストにお迎えし、移住を決意したきっかけや仕事探し、お家探し、子育てなど体験談をざっくばらんにお話しいただきます。夏に2回と冬に2回、計4名の方にお話しいただきます。この番組は釧路総合振興局の提供でお送りします。第3回目のゲストは弟子鹿城にお住まいの狭間さんです。よろしくお願いいたします。どうも、シナリオライターの狭間と申します。よろしくお願いいたします。すごい、もう喋りがなんか流暢ですねありがとうございますさあ、そんな狭間さんにはですね、今日は、弟子鹿に移住、Iターンということで東京から移住をされたということなんですけれどもなぜ弟子鹿を選ばれたんでしょうか。そうですね、コロナをきっかけにちょっと安いところを探してみようかと思ってたんですよ、はい、安いところ、はい、家賃が安いところ。家賃が安い、はい、今までその東京でいろんな、会議があるので東京の方にいたんですが、もうその会議が全部ズーム会議になっちゃったので、はいはいはい、じゃあもうなんか東京で高い家賃払ってる意味ないなと思って、それでちょっとなんかどこか行ってみようかなと思っていろいろ探してる時に北海道の方ちょっと行きたいなと。で、まあ一番の理由はゴキブリがいないからっていうところなんですがいません。はい、そうですよね、はいまあやっぱ不安だったのが、友達ができるかとか知り合いができるかっていうのがものすごく不安だったんですが、弟子鹿町って結構その地域おこし協力隊とかが目立っていて、で移住者も多いっていうことを聞いたので、それで移住者同士だったら仲良くなれるかもなと思って、それでちょっと弟子鹿の方に行くのを決めました。じゃあ結構事前にこの移住先っていう部分に関しては弟子鹿のこととかは結構調べられたりしてた感じですか。そうですね、ちょっと候補が何地区かあったんですが、一旦ちょっとその旅行がてら回ってみて、でそれでやっぱ弟子鹿が一番良かったなと思い、それで弟子鹿の方に決めてみました。何かその違いの何ですか、これが決定打だったなみたいなのとかありますか。そうですね、各地の飲み屋に行って、その飲み屋で今度ここに引っ越してこようかと考えてるんですよねって話をした時に、弟子鹿の人が、あ、最高っすよここって一瞬で答えたのであ、じゃあここだなと地元の声を聞くっていうことが、そうですね、なんか縁がつながった感じがして。そうか、コロナ禍をきっかけに東京から弟子鹿の方に移られた狭間さんですけれども、ちょっとお仕事についてちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、先ほどね、会議があるから東京で住んでたけれどということだったんですが、どんなお仕事をされてたんでしょうか。シナリオライターをしているんですが、はい、ゲームとか、そういうのの、お話を書くことだったりとか、それ以外にもちょっとゲームに関するクリエイティブな部分なんかをやっておりまして、キャラクターを作ったりとか、そのキャラクターがどういう風に動いていくかっていうような、そういうお話ですね、小説に近いというか、ノベルゲーを執筆してるような、そんな感じですね。結構あれですか、お仕事的にはオフィスに出勤してきてっていうようなスタイルよりは、どちらかというともうお家でできるようなスタイルだった感じですか、もともと。そうですね、もともと家でずっとやってるような感じだったので。じゃあもうリモートワークという言葉ができる前からほぼリモートワーク、はい、で会議ももうズームでできるようになっちゃったし、はい、ここにいなくてもいいかということで。そうですね、そうでしたか。さあ、そしてその不安もねあったんじゃないかなと思うんですが、先ほど言っていた地元の方からの、はい、おいでよという一言で、実際にその旅行できた時とやっぱ住んでみてからじゃ見え方も変わってくると思うんですけれどなんかちょっと違ったなっていうところとか、逆にあ、すごいいいなって思ったところとかありますか。そうですね、正直その僕は仕事的に、ずっとこもっている感じなので、はいはい、やっぱ外の人とあんまり関わりがなかったりするんですね。あ、はい、なのでなんか劇的に変わったっていうことはあんまりなかったんですが、その、
さっきも言っていた、手近が最高っすよって言ってた地域おこし協力隊の人と、まあ、飲んだりしているうちに、うん、なんかこういう人いるんですよこういう人いるんですよっていう感じでちょっと輪を広げていっていただいて、で少しずつこういろんな縁が生まれてきてるなっていうような感じですね。あとはこれちょっとすごい特殊な話なんですが、はい、その僕の作ってるゲーム実は結構有名なんですよ。それでこう旅行に来て移住を検討されてる方がいたんですが、はい、その方がたまたま僕のゲームをやっていて、はい、で狭間さんってあの狭間さんですかっていうことで、はい、あじゃあちょっとここへの移住本気で考えますみたいな感じ で今本当に移住をしてきて、でその方は今僕がちょっと実はここ最近僕会社を建てたんですが、その会社の経理なんかをやってくださる方になりすごい。いやさっきの居酒屋のそのお兄さんと同じようなことを狭間さんがそうですね言われてみればして、はい、またつながった。そうですね、あすごい感動的ですね。いや、言われてみると確かにそうですね。結構あのね、手鹿があの環境的な部分もすごい素晴らしいとこだと思うんですけど、どちらかというと人のつながってったようなもうことでこの町に流れてきたっていうような、なんかそんな感じでしょうか。そうですね。あとなんか思ったのが、うん、ちょっと田舎への恐怖というか、あの、うんうんうん、人とのつながりが密すぎてちょっとこうなんかごちゃごちゃっとしちゃうみたいな話ってやっぱり聞くじゃないですか、うん、ついなんか何ヶ月か前も地域おこし協力隊と地元が揉めてるみたいなところが ありましたね。どっかでありましたよね。ありましたね。でそういうのもあるんじゃないかなってちょっと不安になってたんですが、うん、いい意味でやっぱりちゃんと距離が取れてる方々が多い感じがして、うん、なんというか人とのつながりが密すぎず、あの離れすぎずっていうところがあるので、うんうん、そういうところでも選んだのかなとやっぱり思いますね。かなり居心地がいい感じですか。そうですね、なんかいいですね。そういったちょうどいい距離感を保てるっていいですね、うんうんうん、そうですね。これは東京ではもう味わえない。確かにそうですね、うんうんうん、いやちょっとなんかもうもっといろんなことをどんどん聞いていこうかなと思うんですが、はい、まあ、あのお家探しとかはどうでしたか。これが本当になんかご縁なのかわからないんですが、はい、すぐに見つかりまして、あ、はいはい、でしかもちょうどその借り手が見つからずに家賃が下がったタイミングで見つかったんですよまあやっぱでも僕以降の方々は結構探すのに苦労してるみたいで、はい、そうなんですね、はい、基本的にはどういうようなこう感じで探されたんですか。もう本当にその不動産屋に行って、うんうん、ありますかって言ったら3軒ありますみたいな感じで、うん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 、じゃあこれで話進めてくださいみたいな感じで即もう決まったような感じですね。そうなんですね。不動産屋さんも、はい、手鹿が町内にある。そうですね、うん、やはりネットとかでは探すのはちょっと難しかった感じですか。いや難しかったですね、うんうん、実際行かないとやっぱりちょっとっていうような感じですし、うんうん、今探してる方々も割とその空き家ビジネスとかをしてる方に話をして、うん、でその空き家をリフォームしたのを借りるとか買うみたいな感じに今なってると思うので、うん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 、ちょっとなかなか難しいんじゃないのかなと。釧路はかなりこうアパートとかも建ってるイメージがあるんですが、うんうん、手鹿がとかどうですか。アパートもありますけどもやっぱり一軒家に暮らしたいですよね浅間さん今はアパート。あ、僕は今一軒家。あ、一軒家、はい、はいいですね。ありがとうございます温泉出ます。出ます。あ、出るんですか。そうなんです。羨ましい毎日温泉入ってますよ羨ましい。それはこれはもう特権ですね。手鹿がに住む特権。そうですね。ですね、はい、まあ、でもちょっとね、あのやはり数的な部分を考えるとやはり大きな都市よりは少し探すのが難しかったと。そうですね。うん、じゃあ続いて手鹿が町での生活についてお伺いしていきたいんですが、はい、どうでしょうか。町内の移動としては車を使われてる感じですか。そうですね、車を使ってる感じではあるんですが、うん、
あとはまあ徒歩でも全然あの回れるぐらいに小さな町ですし、うんうん、あとは手鹿が内で、電動キックボードに乗ってるんですね僕、はい、多分町で3人ぐらいしかいないんですが、あの一番最初に乗り始めたのが僕です。あ、そうなんですね、はい、いやちょっとこれからの時期どうですか、雪が降っちゃったりするとね。あ、もうさすがにそれはちょっと、ね、電動キックボードでは無理なので徒歩か車かで。そのお買い物行ったりとか、またその病院関係とかっていうのはどうですか、近くにありますか？そうですね、近くにありますし、うん、スーパーも2つあるので特に何の問題もなく暮らせてるという感じですね、うんうん、手鹿川で暮らしていって何か大きく自分の中で変わったなとか、そういったところとかありますか？こっちに来たら不便なんだろうなある程度とかって思ってたんですが、思ってるほどそうでもなく、うん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 、北海道に移住、手鹿が移住、道東に移住とかっていうことを迷ってる方がいたら、なんか思ってるほど不便でもないよっていうところですかね、うんうん、都会から比べればね、列車の数も少ないですし、ちょっとバスの本数とかも少なくはなってはいますけど、それでもまあ、何も困ることはなかったよっていう。そうですね、狭間さんの思う手鹿川の好きなところ。そうですね、犬が飼えるところですかね。犬が飼えるところ、はい。大型犬を飼うってちょっと憧れるじゃないですか、うん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 、でもやっぱその都会とかちょっとその土地の狭いところだと飼うとかわいそうだなって思っちゃうので、その庭とかで遊ばせられるような環境とかがあったらいいなって思ったりしてたので、うん、はい、今回ちょっと庭付きのお家を借りることができているので、半年ぐらい前にちょっとラブラドールをお迎えしまして、はい、いいですね。じゃあ休日とかも、はい、もうワンちゃんと一緒に過ごしたり。そうですね、どっか行ったり。そうですね、あ、いいな。それはでもそうかもしれないですやっぱり大きいワンちゃんは都内でもこう散歩するのにも結構 幅取るじゃないですけど。そうですね、行き交う人が多いので、はい、なんかちょっと申し訳ないなじゃないですけど。そうなっちゃいますよね。まあ一応と気にすることなく、はい、一緒に歩けて、はい、どこに2人で行くのがいいですか、楽しいですか？屈斜路湖に行ったりとかですかね、うんうん、車で15分ぐらいなんで、うんうんうん、もう車に乗っけてガーッと行っちゃって、そこでまあちょっと一緒に遊ぶ感じで。あ、いいですね、なんか 絵になりますねそうですね、いやなんかもう本当いいところばっかり今ちょっと聞いて、はい、もう私も行きたいなと思いつつも、うんうん、まあ、やっぱりそれでもなんかちょっとね、ここは不便だなと思うこととかなんかあったりしませんか？やっぱり凍結ですかね。水道の凍結はやっぱり、まあ、僕の場合はすぐ治ったんですが、はい、やっぱりちょっと怖いですよね。うん、あ、こんななんだってやっぱ思いました。うんうんうん、破裂まではいかなかったんですが、よかったです。もう凍結して、もう床下にちょっと暖房とか入れて、うんうん、なんとか元に戻ってくれたんですが。よかったです。いや、出ない時の絶望感ってすごいですね。これはもう都内じゃ経験できないですからね。そうですね、あと一回その冬のもう雪が降ってる状態の時に停電があって、うん、でたまたま電池でつくストーブがあったんでよかったんですが、うんうん、まあ、ちょっとなかったらこれは死んでたんじゃないのかなってやっぱちょっと思うとやっぱ怖かったですね。まあ、結構停電とかもねあったりとか、雪のせいで影響で停電することとかも多いですから、やはりそういった部分はもう薪ストーブであったりとか、そういう電池の、ね、はいはい、ストーブであったりとか、やっぱそういう方が、ね、安心感はありますね。そうですね、雪かきとか車の運転は雪道どうですか？そうですね、雪かきはちょっと苦戦してます。2年いるけどもまだやっぱ苦戦してて、で車の運転は思ったよりも整備がちゃんとされているので、うん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 、全然なんか思ってたほど怖くもなく移動できてるなっていう。じゃあこれからまた冬シーズンがね、もう間もなくスタートしようとしていますけれども、はい、困りごととしては雪かきぐらいですかね、はい、あと凍結しないようにっていう感じですね。
いやー、ちょっと浅野さんにいろんなお話をお伺いしてきまして、これからじゃあこの先この弟子屈町に移住したいな、まあ、また道東に移住したいなと考えている人がいたら、まあ、ちょっとどんなアドバイスをしたいですか？そうですね、実はここ2ヶ月前にうちの弟が引っ越してきたんですよ、弟子屈に、はい、ちょうど仕事を辞めたっていうタイミングに、あ、じゃあうち来るっていう話をしてみたら、じゃあ行く行くってなって、もううちに今住んでるんですが、はい、やっぱその、どの職場も人手が足りてないと、なので引く手あまたなんですね。でさらに夜中にやってる店とかもやっぱ少ないわけですよ、うん、コンビニぐらいしかやってないわけで、なので自然と残業とかも少なくなるんですね。残業がないので、うちの弟はこっちに来てからすごい健康的になりましたし、それでいてこう就職先というか働く場所もいろんなところからこう声をかけられてる状態ですし、人間として割と正しい生活になっていってるのかなっていうのを見てて思うんですね。こういうその自然豊かでのんびりした場所って、もうリタイアされた方が来て老後を楽しむみたいな印象がありますが、若い人が来ちゃっても全然いいんじゃないかなって僕は思ってます。逆に人間らしく生きられてる。それで結構ちょっといろんなことを、今こういうものを職業にしよう、こういうものを会社にしようみたいな、そういうことを考えてる人も結構いるので、何か挑戦したいことがあるのであれば、こっちに来て一旦試すとかっていうことはかなりありじゃないのかなと僕は思います。何か志のある方は弟子屈にと。そうですね、はい、分かりました。いや、ぜひちょっとね、今日のお話を聞いて弟子屈町興味持ったなという方は、本当今弟子屈にはこういった移住者の方が立ち上げてくれたいろんなサイトがありますからねぜひそういうのでですね、辿ってみてはいかがでしょうか。さあ、今日は思いっきり釧路暮らし第3回目のゲストは弟子屈町にお住まいの笠間さんにお話を伺いしました。笠間さん、ありがとうございました。ありがとうございました。釧路総合振興局のホームページに釧路地域移住定住ガイドや移住者の方へのインタビュー動画、各市町村のホームページへのリンクを掲載しています。各市町村のホームページにも詳しい移住情報を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。この番組は釧路総合振興局の提供でお送りしました。